이만 기울게 해도 되냐? 응. 화났다니까? 기울게? 어, 기울게 해도 되냐? 이거 하지 말자, 막 화났다. 자, 앞에서. 응. 이 가발이 여기서. 大久保のお殿さん、GoPro で撮んねん。YouTuber で。すまい、大久保のお殿さん、どうぞお通りになってくださいませ。一大事じゃー、天下の一大事じゃ、天下の一大事じゃ、これは大事じゃ、大事じゃ、大事じゃ、天下の一大事じゃ、天下の一大事。おい、ごめんきゅー、久しいの、天下の一大事。久しいのえのえのいただきました。えのいただきました。天下の一大事じゃ、先ほどから天下の一大事として申されておりました。うん、これ佐々木氏、佐々木氏おりますか。へい、すぐに見えます。大久保のお殿様、お久しぶりでございます。佐々木氏、久しい、お久しぶりでございます。うん、そなたにしてものを尋ねるが、そなたこの染め宮において幾年ぐらい勤めているのじゃ。15年になります。15年か。それはなかなか一人前の職人になったようじゃな。とんでもありません。そのそなたに頼みがあるのじゃが、よかるな。はい、そうだ、代物でございますね。そこでこれと同じものをそなた染め上げてはくれんか。あっしらでございますか。そうじゃ。待ってください。いや、これは俺には荷が重い仕事でございます。いい、俺みたいな半端な職人じゃこんな大層な仕事の染め上げすることはできません。多分それには無理ですよ。できぬか。どうやってもできぬか。できません。俺は困ったことになったぞ。天下の一大事じゃ。ごめんなさい、ごめんなさい、あるんですよ。よく聞けよ。何や、それこの仕事を兄貴引き受けよ。バカ、大丈夫や。ほんならな、お前の言う通りや。まあ、この仕事をちゃんとできたらわても箔がつくというものやはって、おま、今の話聞かせていただきまして、どうでしたろうか。その仕事をわてに引き受けさせてはくれまへんか。というのでございます。どうでございましょうか。無理を承知でこの仕事をどうかわてに引き受けさせてくださいまし。えらい気に入った。顔が白くて綺麗。どうでしょう。やっぱりその染め上げ俺に任せて。はい、ただし古参の意地というやつか。はい、そなたも職人の足くれか。うん、分かった。よかろう。ならばそなたにも頼みを受けようか。ありがとう。ありがとう。ならばわしが褒美をくれてやろう。ありがとうございます。わしもこれと同じように染め上がったものには、これ染め切る。はい、そなたの娘、これから7日後、クレムスの鐘が鳴るまでに染め上げたものをわしと屋敷まで持ってまいれ。わかったな。わかりました。話が続いて。じいちゃん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 。待て。はい。何じゃじいちゃんとは無礼だ。じいちゃんや。じいちゃんではない。わしはまだ50歳。やめ。やめ。お、どうした。お前、じいちゃんの孫になる。いらんわよ、お前は。お前みたいな人使いの赤いのは孫にできない。誰がじいちゃんじゃ、失礼な。何か。わしは中年じゃ、まだもう帰るの。もう帰る、もう疲れた。うん、とにかく両名頼んだぞ。おぶじ、きついよ。ちょっと待ってたのだ。自分の分をわきまえろ。そんな
つないげれんの。そうやからな、負けて後で吠えづらく書くんやないぞ。なんだとふざけやがって。おい、何よてめえみてえな野郎。まだ桃色。桃色、うん、桃色ってお前そうだったな。いや、うん、そんならもう一回初めから染め直して時を戻そう。何て言うてんねん。手ごとにこれ知った見つけたらずの年ごとには無理だよな。それに引き換え俺は15年も修行してるんだ。見てみろ、俺は綺麗に染め上がってんだろ。ほら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 、まあこの勝負は俺の勝ちだな。おい、染め球もお嬢さんも俺のものだよ。俺についてくらいい飯食わしてやるからよ。よし、それじゃ行くとするか。よし、今日は気分がいいや。おめえたちに一杯飲ませてやる。本当だ。お前たちは未成年だからソフトドリンクだ。酒飲んでいいのは俺だけだ。行くぞ。じゃあねえよ。じゃあねえぜ。やめろ。なってしまうよ、このまま。わてら髪型へでも帰ろうか。あご。何を言ってんだよ。言う通りや。ほんならもういっぺん、もういっぺん頑張ってみようか。これだけ言うとく、うん、しっかり気落とさんかい。聖吉、私の気持ちはよくわかっているでしょ。お願いだから、お願いだから、明日までには立派に布を仕上げてきてちょうだいね。わかってます。必ずわてが何とか言いします。ほら、つる。つる。お前何笑うとんねん。泣いとんねん。泣いとんのかい。わかりにくいんすよ。どなしたんや、つる。他人してくれ。こんなことになってしもうたわ、みんなわいのせいや。未来があんなこと言わなったら、兄貴こんなしんどい思いしててよかったんや。お嬢はも取られてすんだんや。大久保のおじいちゃんも腹切らんですんだんや。それもこれもみんな、わいが巻いた球根や。なんだんや。お前のせいやないから、そんなに気を落とすな。やっぱり自分が悪いんだよ。なんでお前そんなことやったんや。そうやろ、なら酒がええ。酒飲んで、いっぺん嫌なこと全部すぱいいや。よし、わかった。ほんならな、わいが見本見したる。え、飲み方見したる。見してくれるんか。見したる。な、見本見したる。そっか。つばっかい。つばっかいって誰に言うとんねん、お前は。うん。おい、出して出上げて出上げて、おい、顔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 、こぼれる、こぼれる。飲みにくそうな鼻のつまみ方、どないしてつまむんや、どないしてつまむんやないかい。わかったわ、楽しいからええわ。ほか、ほんまにやめよったね。それもそうやな。わいの酒飲みや。駆けつけ3杯聞いたら違うわけにはいかんわい。そしたら、ほんなら兄貴、これで終わりやね。な、これで終わりやね。いやー、つる。いや。うまいもんや、酒な。初めて飲んだと思う。やめとけ。ええから飲ませろ。あかん。やめとけ。ええから飲ませろ。やめとけ。飲ませたら飲ませたら、お前。飲ましたらええの？飲ましたらええんじゃ。大久保のお殿さんは腹切って死んでしまわないか。大好きなお嬢さんは人に取られ、はあ、わてなんでこんな情けないんやろうな。まあ、わい、もうこうなったらやめかうるじゃ。酒でも何でも飲んだから。あい、やめ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 、お前何しようね、お前。
流れも清き徳川も水も逆さに登る前、いや